モデムとはデジタル通信において変調機能及び復調機能を担う送受信装置である。デジタル信号を伝送路の特性に合わせたアナログ信号にデジタル変調して送信するとともに、伝送路からのアナログ信号をデジタル信号に復調して受信するデータ回線集端装置の機能部分であり、通信方式は ITUT により標準化されている。 公衆交換電話も専用線、利用者が校内に付設した施設線、無線電話で通信速度 300bps から 56kbps の音声課長帯域周波数モデムが使用される。非課長音を使う ADSL モデム等に対してアナログモデムとの故障もあるが一般に認知された表現とは言えない。あるいは通信の途中がデジタル化されていることを前提にした。 規格 ITUV90、IT V92 モデムについて、加入側がアナログ回線でアナログモデムと称する場合もある。高回線の光回線集端装置、ISDN 回線のターミナルアダプタは、オペレーティングシステムから見たデバイスとしては、モデムとして扱われることがあるが、モデムと呼ばれることはない。機器の製品形態としては、 通信用シリアルポートを備えた単体の箱型、ドングル型、コンピュータ内部のマザーボード上や拡張カード PC、カードスロットに装着されたものに大別される。通信回線の種類に応じた編制御装置を持つ、ものが多く、誤り検出と再送信、データ圧縮などの機能を持つものもある。日本国は日本電信電話公社を民営化するための法律として、 1985年4月に電気通信事業法を制定した。これにより民間企業としての日本電信電話が誕生した。この法令の施行により、それまで省庁が個別に許認可制し、特別の事情だけに許可されていた日本国内での通信事業が広く一般民間企業に解放された。これと同時に端末の自由化も行われ、 技術基準適合認定を受けた通信機器であれば自由に利用できるようになった。この端末機器自由化はアナログ信号の音声通話機器の自由化に加えてデジタル信号を伝送するデータ通信も自由化された。それまでのデジタル通信は日本電信電話、後者が1964年の東京オリンピック目前の1963年末の12月に 国鉄の緑の窓口と日本航空の座席予約システムコンピューターネットワーク接続のために開始したデータ伝送サービスだった。その後、全国銀行データ通信システムでの銀行間における為替業務通信に広がった。企業間のデータ通信は時代の当然の流れで機器の低価格化に伴い、次第に個人レベルでのアーリーアダプターに広がり、 草の根のパソコン通信では音響カプラによる 300bps 使用。企業が乗り出してくる頃には 1200bps のデータ通信への置き換え、パソコン通信のアクセスポイントへのダイヤルアップ接続、ファックス通信をする手段となった。これによりパーソナルコンピュータに接続する電話回線用モデムが普及した。1994年の日本でのインターネット、商用化を受けてこれが さらに加速し、当初は外付けだったモデムはパソコンの低価格と相まって次第に内蔵が主流となった。モデムはデジタル信号をアナログ信号に変換してアナログ通信回線を通じて相手に送り、受信側はそのアナログ信号をモデムでデジタル信号に変換するものである。しかしデジタル信号を デジタル回線にそのまま乗せるシステムとして1995年には世界に先駆けて日本でデジタル通信のための ISDN 回線がサービス開始された。ISDN ではモデムではなくターミナルアダプタと呼ばれた。1997年からの常時接続サービスにより一般使用も徐々に広がり ADSL 普及までの一時期高速通信として使用された。 データ通信は 64kbps、128kbps となった。しかし未だアナログ加入回線自身が主流であり、モデムは広く一般に使用され続け共存した。2000年頃から ADSL CATV などのブロードバンド回線が普及し始めた。ADSL はアナログ回線を利用してのデジタル通信であり、ADSL 仕様のモデムを利用する。 ADSL は低価格課題容量化し一般に広く普及し、これにより ADSL モデムが広く普及した。一方、光ファイバー網のデジタル回線も普及し、デジタル回線を利用したデジタル通信が主流となってきた。公衆無線乱接続、モバイルデータ通信定学生、インターネット、ファックスサービスなどの拡充により、2000年代後半にはモデムは ノートパソコンにも内蔵しない機種が増えた。この場合でのモデム利用はカード型モデムを利用するのが一般的だった。モデムに置き換えるように Wi-Fi 搭載が増えた。ノートパソコンにカードスロットもなくなり、モデム仕様には USB 接続モデムが使われるようになってきた。デジタル回線や ADSL 使用不可の地域、一部の離島などでは今でも従来型のモデムが使用されている。 OSI 参照モデルではデータ回線集端装置が接続された通信ポートとその先のモデムが物理層に相当する。コンピューターから見た通信ポートから先の通信回線上は無手順の場合もあればスリップや p p p 等のデータリンクプロトコルが実装される場合もある。パソコン通信、ファクシミリ等のアプリケーションソフトウェアはオペレーティングシステムの通信ポート または、ネットワークコンポーネント経由で接続し、回線の発鼓、ギコ等の網制御コマンド、通信データをやり取りする。ただし、網制御は必須ではない。ADSL モデムケーブルモデム、無線モデムなどのインターネットプロトコルの仮想欄、カードルーター、ブリッジ機能のある、ネットワークデバイス機器に内蔵された場合は、デバイスとしてのモデムには、明示的にアクセスできない場合もある。また、 音声回線を使用せず、v o i p ウォルトのように、音声通話をアプリケーション層で行うものもある。内蔵用 PCI モデム単独の外部、モデムコンピュータやルーターなどとは、古い機種では RS、RS-232CRS-422 などのシリアルポート、比較的新しい機種では、USB やエクスプレスカードなどのインターフェースで接続するのが多い。また、 パソコン本体に内蔵されたものや PCI などの拡張スロットに装着するもの、PC カードタイプのものもある。ケーブルモデム、ADSL モデムなどの高速なものはンポートで接続するものが多い。加入電話回線用のモデムの加入車線側は電話用2000式のモジュラージャックにモジュラーケーブルで接続する。アナログ電話機は電話機端子に接続する。 電話回線の音声周波数帯域をデジタル変調により変復調し、コンピューター等のシリアルポートとデジタル信号としてやり取りするものである。MM とは手動発信、手動着信の略である。通信回線インターフェースと変復調部を一体にまとめたモデム。通信用インターフェースと通信回線インターフェースを持ち、1980年代のパソコン通信の 登場初期から使われている。音響カプラと異なり、回線に直接接続されているので安定性が高い。回線の制御機能は自動的ではなく、電話機でダイヤル後にモデムにあるボタンやスイッチの操作で回線をモデムに切り替える。通信終了時にも同様にスイッチ操作で回線を電話機に戻す。発信が赤、着信が赤の選択もスイッチ操作で行う。 複数の通信規格に対応した機種では、通信速度の切り替えもスイッチ操作で行う。などの地に着信のみ自動化した MA モデムも登場した。1980年代後半頃から、時効のインテリジェントモデムにとって変わられた。んく、変副調、制御部を一体にまとめたモデム。通信用インターフェースと通信回線インターフェースを持ち。 1980年代のパソコン通信の登場初期から使われている。当時は普及機の MM モデムに対し高級機であった。かつては主流であったが2000年頃から少なくなっている。事項のソフトモデムと異なり動作中に CPU に負担をかけることが少なく安定して動作することや特別なデバイスドライバーがなくても RS-232C ポートさえ 利用できれば通信できるメリットがあり、産業用機器などの組み込みシステムのコンポーネンツに利用されたことも多い。インテリジェントモデムをモジュール化し、INS1500 のような集合回線に一括接続し、通信用インターフェースにネットワークインターフェースを用いた集合モデムはアクセスポイントに対応された。ソフトモデムはモデム側のハードウェアを簡略化し、 コンピュータ側の CPU で処理の多くを行うものである。部品点数が少なく、回路が占有する、基盤面積が狭く、コストが安いため、軌道さじには電源を切っても構わない。内部拡張スロット USB 接続、PC カードコンピュータ内蔵のモデムのほとんどは、このソフトモデムである。機能の多くをソフトウェアで実現しているため、安価で新規格に、 ソフトウェアの変更のみで対応が可能である。しかし、処理速度、通信速度、安定性の低下の原因となることもある。また、オペレーティングシステムごとにデバイスドライバーの開発が必要である。基本的に一般的なモデムの場合、NC からアナログ信号とデジタル信号の相互変換を行う ADC、DAC に接続するまでのトランスアンプ、 イコライザなどのアナログ回路と ADC、DAC と接続され変調、復調、圧縮展開、エラー訂正、コマンド処理を司る DSP とシリアルインターフェース回路で構成されている。コンピューター側の CPU が DSP の機能を担当すれば、ハードウェアで必要な部品は、んくトランス、必要最小限のアナログ回路、ADC、DAC になる。 特に DSP は高価な部品なので省略することで大幅なコストダウンとなる。シリアルインターフェースも省略され、生のアナログ信号を ADC、DAC 経由で拘束。初期のソフトモデムを除き、現在のソフトモデムはアナログ回路からホストバスインターフェースまでの一切をワンチップで構成している。デバイスドライバーは DSP が担当していた処理をエミュレーションし、 イコライザゲイン調整、ウンクで使用する信号の生成、変調、復調、圧縮展開、エラー訂正、コマンド処理を行い、オペレーティングシステムに仮想シリアルインターフェースの形でインテリジェントモデムが存在するように見せかけている。初期のソフトモデムは非常に多くの CPU パワーを消費していた。これは当時の CPU が DSP 的なメー ダイヤル回線のダイヤルパルスの感覚が乱れ、掛け間違いが起こることもあった。現代の CPU は全般的に処理能力が向上していることに加え、DSP 的な命令セットを備え、かつ並列して一度に実行することができることから、ソフトモデムが登場した頃に比べると、CPU 負荷はかなり軽減されている。スマートフォンのアプリケーションとしての実装もできる。 ファックスモデムを実装することにより、スマートフォンでファックスを送受信することもできるようになる。モデムンは、電話機とモデムを一体にした装置。音ンダイヤル、スピーカー時は、短縮ダイヤルリダイヤル、スピーカー音量調節等の付加機能。通信装置としての機能はモデムに準じる。通信回線インターフェースと通信用インターフェースを、持ち、パソコンから、コントロールできる多機能電話とも言える。 ただし、モデムを内蔵している電話機のため、AC 電源アダプタ等により、電源を供給する必要がある。FAX モデムは G3 ファクシミリの送受信機能を AT コマンドを拡張して実装したものである。カラー G3 などの拡張機能を利用する場合、クラス1相当の機能のみを利用することとなる。機械的には、単体モデム、ソフトモデムともに存在する。 1990年代後半より、パーソナルコンピュータと電話網に接続された、ファクシミリトの相互通信のために導入されていた。2000年代に入り、業務用のファックスサーバや複合機のファックスインターフェースモジュールとして、製造されるものが主となっている。ファックスモデムチップセットのシェアは、コネクサント社が大部分を占めている。A 578規格は一度は姿を、 消したものの、チップセットの価格を安価にすることができること、G3 以外の規格も使えるため、再び2014年現在主流である Air-592 規格を後退させている。ボイスモデムは、データ通信と切り替え、または、対応機器間で同時に、音声通信が可能なものである。1990年代後半に製造されていたが、2000年代に、 入りほとんど製造されていない。詳細はを参照。FSK 変調を採用した企画は、ベル103を除き、低群、高群ともマーク信号が、低位、スペース信号が好位である。FSK 以外の変調を採用した企画では、同じシンボルが連続すると搬送波に変化がなくなり、副調に支障をきたすため、一定のアルゴリズムで、マークとスペースを入れ替える処理が行われる。 これをスクランブルという 2400bps 以上の速度のものは後日の MNP やラップムによる圧縮を行うことからパソコンとモデム間の通信速度は回線上の通信速度よりも高く設定することがほとんどであるこの場合 RS-232C の RS-CS 信号のオンオフでフローコントロールを行う MNP は アメリカマイケロカウム社が提唱したモデム用のデータ圧縮とエラー訂正のための企画の総称。第三者組織によって標準化された企画ではないが一部の企画は内容が一般に公開されたことと実際にマイケロカウムネットワーキングプロトコルを搭載したマイクロコム社のモデムの伝送品質が優れていたことから普及した。クラス1から10までクラス分けがされており、 上位のクラスは、下位のクラスの機能をすべて含んでいる。他の通信プロトコルと組み合わせて使用される。クラスごとの特徴は、以下の通り。なお、クラス8は欠番である。ITUT 標準プロトコルで規定された、エラー訂正とデータ圧縮の方式。エラー訂正は、MNP4 と互換。v 4 2二 i s は BTLZ 方式を採用した、データ圧縮の規格であり。 CCITT が1989年11月に勧告したもの。MNP5 の圧縮率が1.6、1であったのと比較して2.45、1程度と圧縮効果高い。2400BPS 以上のモデムで広く使われた。網制御装置は、うんくとも呼ばれる、一般加入者回線に接続するために、交換機に対し回線の接続、相手側の電話番号の通知、 切断、通信先等の変更等の処理を行う機器である。初期のものは電話機の形状をしており、回線接続などの動作は手動でダイヤルしたり、回路を切り替えたりしていたが、後にコンピュータからの制御により自動発信、自動着信などもできるようになった。初期段階では、向くから制御用信号専用のケーブルで、モデムに接続されていたが、後に、 モデムと一体化された機器が登場する。h a ズ e a t コマンドという業界標準のコマンドを搭載したモデムが登場してからは、専用ケーブルを介して制御する必要がなくなり、制御コードの標準化と通信回線接続のモジュラジャック化に伴い、一般のパソコン通信などでも使えるようになった。h a ズ e 社の 300BPS モデムスマーティモデム、h a ズ e a t コマンドとは、 アメリカのヘイズマイクロコンピュータプロダクツ社が開発したインテリジェントモデムのコマンド体系でアッテンチオンの略である AT でコマンドが始まることからこう呼ばれる。A や T は小文字でも良いが A と T との間に他のコードが入ると AT コマンドとは認識されない。ヘイズ以外のモデムメーカーも 同コマンド体系を採用したため境界標準となったが各社の独自の拡張がされた部分には互換性がないこともある。端末からの命令をコマンド、モデムからの応答をリザルトコードと呼ぶ。AT コマンドは次のようなビットストリームから始まる。8ビット、パリティなし、ストップビット1ビットの場合、A0S10-0000C10X1S。 t 0 s 0 0 1 0 1 0 c 1 0 x 1 s 0 s 1 1 1 1 0 1 0 0 x 1 s a 0 s 1 0 0 0 0 1 c 1 0 x 1 s t 0 s 0 0 1 0 1 1 c 1 0 x 1 s ヘイズ a t コマンドを採用するモデムは dced と間の速度及びフォーマットを自動判定する機能を備えている場合が多い。 この AT というデータを受信したと仮定し、最初の1の後の5個々の例の後に現れる1までの時間を測定することで速度を測定できる。その次の例が現れるかどうかで、現れなければ7ビットパリティなしと、例ではなく1が現れた場合は7ビット奇数パリティであると判定できる。例が現れた場合は7ビット偶数パリティと8ビットパリティなしの可能性がある。 その場合、A と T では1の個数が異なるため、T のパリティビットを見ることでどちらなのか判定できる。実際の実装は、A や T が小文字であった場合を考慮してある、ストップビット帳 A の後に来る T との間で判断するなど、若干複雑である。なお、A は直前の操作を繰り返すコマンドである。ITU-T が定めたモデムのコマンド体系。 ヘイズ AT コマンドはモデムによって独自の拡張が行われており、通信するにあたって、モデムを何らかの形で識別しなければならないが、V25BIS では、シリアルインターフェースの制御状態からコマンドとその手順が厳密に定義されており機種依存の問題は、ほとんどない。ルーターなどに接続されることを前提としたモデムで採用されている。コンシューマー向けの製品では一時期、 v 2 5五ビスとヘイズ a t コマンドの両方をサポートしていたが、現在では v 2 5五ビスをサポートしていない製品がほとんどである。ファーウェイ CDMA2000EVOLUTION d a プテ o p t i USB ワイヤレスモデム無線モデム、ワイヤレスモデムとは、無線通信回線を転送路に使用するモデムである。ブロードバンドインターネット接続のものは、モバイルモデム、ポータブルモデムと呼ぶこともある。 IP の仮想欄、カードルーターブリッジとして振る舞うものは、モデムというよりは、アダプタなどと呼ばれることも多い。汎用の無線デバイスとして、多様な使い方が可能な Bluetooth も、無線モデムの一種といえる。2000年代より、電波帯域の有効活用のため、2G 携帯電話や PHS のように、音声をアナログデジタル変換して、ナローバンド無線モデムで、デジタル伝送することが、 一般的になっていた。また、2000年代後半より、第3世代移動通信システムイマックスなどの、交代域無線アクセスや、Wi-Fi アクセスポイントなどが普及し始める。2010年代より、第3.5世代携帯電話、遅れて、第3.9世代携帯電話が普及し始めている。特に3 9 g は、形式の差こそあれ、基技術は、同じ LTE であり、 5G まで見られた、比較争いは沈静化し一本化が見られる。3.9G は2010年代末にかけて本格的に普及した。2020年代にかけて第4世代携帯電話の普及が展望されている。移動体通信ネットワーク以外を使用するものとして、消出力の FM ラジオ波を使用したり、ISM 帯である 2.4GHz 帯や特定省電力無線を使用する。 無線モデムがある。後者の無線モデムは、ホストと通信ポート等で直接接続したり、イーサネットブリッジとして機能するものもある。2 4ヘルツ帯の無線モデムは、免許が不要でかつ高速通信ができる、スペクトラム拡散を用いたものが主である。アマチュア無線における、ターミナルノードコントローラが、モデムを内蔵した、データリンク装置に該当する。 ただし TNC がモデムと呼ばれることは少ない。通信衛星を利用したデジタル通信に用いられるもの。多元接続の機能を持つものが多い。ADSL、モデムケーブルモデムブロードバンドインターネット接続などの高速デジタル通信用のモデム。コンピュータ等とは LAN ポートで PPPOE 等によるブリッジ接続、あるいはルーターに内蔵されて、 ルータ接続するものが多い。従来のアナログモデムより高速性とノイズへの耐性を高めるなどの安定性を目的としたモデム。RS-232C などのシリアルインターフェースを半導体レーザー光に変換して光ケーブルを用いて通信する。用途は NTT がサポートするアナログ回線のうち、 特定回線によるものとほぼ同じで、アナログの専用線からの置き換えが進んでいる。ありがとうございます。